いやー、どうしようかな。アプリケーションエラーが起こってから、ちょっと社内でのデクスとの会話を見直してみたんだけど、要は結局メールストローム、まあ、今ロイスってやつがリーダーになってるんだけど、リーダーがデクスと会話した3日後に降板させられたっていうか、まあ交代させられたから、今そのメールストローム、いわゆるロイスと組んでもボットが手元に入る保証がないと。でミリテク側のエージェントもこの件に関心を示してるんだけど、どの程度の協力を得られるかは未知数であると。だからこの時点でロイスにつくかミリテクにつくかの2択を迫られてるんだが、どうしようかな。ロイスと組まないイコールそれはデクスを裏切るってことにはならないよな。なっちゃうのかな。ミリテクのエージェントに電話しちゃおう。電話しちゃう。スタウトだ。一体どこでこの番号を知った？知ってるのは番号だけじゃない、コンボイを探してるんだ。おい、そいつは黙らせろ。どういうことだ、説明しろ。電話では無理だ、会って取引をしよう。取引ね、いいだろう。スカイライン沿い NID に向かう最初の出口、その先の高架下に来な。待たせるなよ。はいはい、ミリティクのエージェントに会う。おっと、私の島がネズミに荒らされてる。珍しい話でもないって。でも私が言うネズミは人間サイズで、タイガークローズによく似た連中なの。中でも問題なのは滝剣持ちって女。私の代わりにそいつに対処してくれない？詳細は店舗を見て。サブジョブかな。おお、滝剣持ち、はあ、ははあ、まあちょっと今メインジョブが気になるんで、車呼ぼうかと思ったけどもう徒歩で着いちゃうな。いやー、この選択で良かったかな、わからんけどね。よいしょっと。お、天狗その目で未来を。わ、こっから見るとすごいな、ナイトシティの景色、風景。とりあえず日本語が添えてある感じ。高架下って言ってたよね。こっから行けんのかな。なんかある。ん？ああ、ファストトラベル。はい。おい、こっち？この下か。あ、あー、足首をくじきそう。あ、待って、上から行こう。大丈夫ここ。怪しい人じゃない？よう。ようなのか。わあ、なんか物騒だ。ミリテクだからいいやつとは。あ、はい。メレディス・スタウトだ。電話してきたのはお前か。私です。ノースサイド。ん？で、あれ、会話が。あ、来た。おい、なんで？ガキが私を脅迫するなんて100年早いんだよ。なんとか言ったらどうだ。落ち着け。話をしに来ただけだ。メレディス、お前は黙ったろ。
まだなのか。いけます。質問に答えてもらうよ。嘘はすぐにわかる。一人で来たのか。ああ、俺一人だ。事実です。周囲を捜索しろ。次の質問だ。コンボイの情報はこのクズアンソニー・ギルクリストから聞いたのか。こいつとのつながりは。だ、誰それ。そいつ会ったこともないね。本当です。ブツがどこにあるかは把握してる。手を貸してもいいが、こっちにも条件が。うん、言っただろ、私はスパイなんかじゃないって。黙らせろ。今すぐ私を解放しないと。ああ、かわいそうな人。うわあ。そいつは解放してやれ。話を聞くとしよう。嘘発見器みたいの今接続されてたの。いつもこんな強引なのか。黙れ。質問をしてるのはこっちだ。おっと、フラットヘッドを手に入れたい。コンボイを襲った奴らが持ってる。ボットをくれるなら奴らの情報をやる。連中へのアプローチ方法は。力ずくで奪うこともできるが、向こうはボットを売る気でいる。取引してもいい。なら後者で行け。ただし条件がある。支払いにはこちらの金を使え。え？いや、断る必要はないな。なるほど、わかった。それで行こう。暗号化チップ。ああ、解析できちゃうんだ。支払いにはそのチップを使うこと。それ以外は考えるな。少しでも妙な真似をしたらただじゃ置かないよ。おい、やめておけ。こいつはもう死んだも同然だ。道連れにされるぞ。ああ。なるほど。ミリテクと組んでボットを手に入れる方法を模索したと。あ、で、ミリテク社のデータチップ。変な真似をしたらどうのこうのって言ってたな。変な真似しちゃう。これいまいちまだ慣れないんだよな。とりあえずやってみるか。よし。今片っぽのジョブは失敗したな。クレジットチップのウイルスは除去できた。もう片方はいけない。ノー、コピーを作成するって書いてあったな。でもウイルスが混入していたの。そんなもん忍び込ませていたらむしろトラブルが発生しそうな気がしなくもない。まあ、消せてよかったのかな。じゃあジャッキーのところに行こうかな。あ、ジャッキーも近くにいるな。いたいたいた。おお、来たか。どうなったか聞かせてくれ。いろいろあったんだけどね。待たせてすまない。いいさ、短期は損期だってお袋も言ってたからな。レクスはもうメールストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかだ。前払いしたのか、バカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか。ミリテクの金でもう一度支払う。ミリテクと協力することになった。確実にボットを買い取るため金を預かってる。使っちまうには惜しい大金だな。変なこと考えるなよ。この金は預かっただけだ。とはいえ取引がどう転ぶかわからないけどな。じゃあ早速虎穴に入るか。ハックしちゃったけどね、このカード。まあいいや。ああ、行くぞ。
よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。しかしよ、なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒だろ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかはっきりしてる。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。B、行けよ。挨拶しようぜ。グレの投げ方を確認した。はい。誰だよお前ら。レクスに言われてきた。ロイスはメインルームに来い。待ってたぞ。大丈夫かな。いい場所だ。観葉植物が足りねえけどな。たくよ、これじゃあ要塞と変わらねえな。これさ、しかし食品工場にしては過剰な防衛設備だな。全部例のコンボイから奪ったんだろう。間違いねえ。死体にたかるウジウジみたいな。今後同一のタレットとかを発見してすぐにハッキング、クイックハックしたいってなった時には、まあ、もしくはそうなった時のためにブリーチプロトコルはやっておいて損しないのでは。はいはい。別に、まあ今は別に操作しないけど。レクスから少しちょっと特殊なやつのようだ。ミリテクシャ製か。超高級軍用ハードで身を固めたイカレ細胞。そちら何があった、レジスト。ミリテクのトラックがあった。レッチがね、積み荷をいくつか奪っただけだと思ってたが、トラックごと盗んだのか。どうしよう、これでロイスとミリテク双方を裏切るっていうことになったらどうしよう。えらいことになる。おいおい、嘘だろ。ここは町のど真ん中だぞ。大臣地雷、思考生産なのか。いい趣味してるな。大げさだな。大丈夫かこれ。レーザー地雷。オールフースのメインフロア。グーン、指名手配犯。エレベーターに乗れ。早くしろ。こっちか。相手の縄張りだってことを忘れるな。で、何の用だ。ボットだ。モデル MT0D12、 通称フラットヘッド。それが何だってんだよ。ああ、ブリックに代金を支払ってやる。俺は受け取りに来ただけだ。必要ならロイスと直接話をしてもいいな。いや、俺と話せよ。俺はダムダムだ。座れ、そこのソファで。誰？座れ。お前もだ、デカブツ。俺はいい。何かぶつけてやる。ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛をぶち込むぞ。ジャック、座れよ。ろくなことにならねえぞ。
はて。ケーキ漬けと行こうじゃねえか。ほらよ。なんだこれ。中身は。スキーフだ。一切不純物なしのな。ブラックレース。そうそう手に入るもんじゃない。いいつてがあるんだな。そんなすげえのか。エンドルフィンとアドレナリンが増加して痛みも感じなくなる。精神をやられるくらいの強烈なトリップらしい。企業戦争でも同じものが兵士に与えられてた。サイバーサイコの餌みたいなもんだ。ベイプなら効果を殺さず口当たりがメロになる。ほら吸えって。乗っとくか。要はドラッグね。本題に入るか。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。 え？いや、ミリテクのワードを出すのやめとこう。確認したい。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをエイブンで操作可能。さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われている。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら酔い止めが必要になるな。気に入ったか。なんで？はい、再起動で違う日にプレイしてます。アップデートが来て17ギガぐらいのいろいろバグ修正系パッチが来て、ただそれでも治ってない部分が一つあって、これは人によるのかな。起動するたびにグラフィックとかゲームプレイの設定全部リセットされてんだよな。バグとしては結構あるあるなやつなんだけど、テキストサイズもリセットされちゃうからめんどくさい。はい、もう今度こそフリーズしないように。待て B、 今行く。気に入ったか。まあまあだな。素直じゃねえやつだな。タイム、クレジット見せな。ブリックに支払い済みだ。合わせるなんておかしいだろ。おかしいかどうか決めるのはお前じゃねえ。俺が払えっつったら黙って払うんだよ。とにかくこいつが欲しければまずはエディを見せな。ほうほうほう、ミリテクのチップ出すか。落ち着け、ここに入ってる。そんなすんなり出していいのか。からかいがいのないやつだな。俺はチップを出し、あんたはボットを出す。それだけだ。簡単だろ。坊主、最近のボーイスカウトじゃ交渉の仕方を教えてくれねえのか。そういや、誰のせいか聞いてなかったな。お前のボスの名前は。デショーン。デクスターデショーン。デクスターデショーン。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ。何？こうだ。お前はもうしっかりやるんじゃねえか。ちょ、当たんね。戦闘になった。あ、ハンドガンしか持ってない。勝ってえな、おい。と、武器あった。アサルトライフル。
めっちゃ固くねこいつ。さあ閉じ込められた。リボッドドーソン超弾武器。あ、そんなのあるの。ウチップを回収しろ。なんとかしてここから出ねえ。こいつロイス、あ、1500ユーロドルも持ってる。あー、まあ抱えたって抱えたってしゃあねえな。こいつはテイクダウンだから死んだのか。ローラーしちゃった。結局ミリテクのチップが活躍することなかったな。この辺回収しとこう。よし、もろもろ装備も整えて、武器もカスタムしたはずだったのに全部リセットされた。ショットガンピストル AR。 とりあえずショットガン構えとっか。ポット回収。ポットとチップ両方取った。行くぞ、急いだ方がいい。パークは今度整理しよう。さっさとここを出よう。早く戦闘ガジェットの装備。ああ。今、グレネード。フラググレネード、フラググレネード。フラッシュ版。バイオグレネード。これでいいか。使うときは ?R1 長押し。OK。もうなんもないね。あ、まだあった。ショットガンの弾。さ、おいとましよう。